まあでもあんまり意識はしてなかったですけど、まあ去年もまあ試合まあ出てて、まあ、その中でも得点決めれる場面あって、まあ、決めれなかったんで、まあ、今回決めれて、まあ、これがまあ乗っていけたらいいなと思います。試合中にまあ何回か左サイドからセンタリングで、まあそこの位置に来るの分かってたんで、まあ、うまく、まあ、信じて入ってたら、まあ、ボールが来たって感じですね。あそこまで走って、まあ、点決めれたのは、まあ、手応えですけど、まあ、やっぱ勝ちきるっていうか、まあ、勝ってなきゃあんま意味ないんで、もうちょっと頑張んなきゃなと思います。相手もサイドバック高い位置でやってくると思うんで、まあ、相手より走って、まあ、カウンターとか、まあ、守備でも負けないように頑張りたいと思います。セットプレーがチャンスになるっていうふうに思ってて、で佐藤君とか龍とかが入ってきて、まあ、でかい選手にみんな意識がいってたんで、その間を縫ってというかチャンスが来るなと思ってたんで決めれたんで、まあ、良かったなって感じです、まあ、ボールが何よりもすごい良かったんで、もう本当にあとはゴールに飛ばすだけだったんで、はい、決めさせてもらったっていう感じですか、ね。ディフェンスとしてもやっぱり点を決めるっていうことをはしなきゃいけないなっていうふうには思ってたんで、本当やっと決めれたっていう感じで、まあ、もっともっとまたこれから決めていけたらいいなというふうには思います。あの時も、まあ、ゴール前に人がいっぱいいたんですけど、やっぱりこう相手のスローインになった時にみんなでバランス整えて、じゃしっかり人を見てっていう、まあ、基本的なことなんですけど、そういったところの精度が甘いですし、そういったことは意識なんで、まあ、練習から意識するのはもちろんだし、意識はもうすぐに変えられると思うんで、一人一人にそういうことを訴えていきたいなって思います。失点のところはまず2人で行ってしまってかわされたっていうところが大きいと思いますね。まあその後にリトリートしたっていうところは向こうの得意な形だと思いますけど、2点取れたっていうのはすごく大きかったと思います。オープン攻撃からフリーキックからうまく点が取れたと思います。残念だったらその後ですよね。サイドで1回切ってスローインで、スローインはもうロングスローがあるということで対応してたんですけど、少し2列目のマークがはっきりしてなくて、走られた時マークをしてないっていうところがあったのが残念ですね。ああいうゲームっていうのを勝ちきれると思うんですね。ごめんなさい、ジュビロのゲームについてももう少しなんですね。点が取れるように守備も安定してきてるつつ、点も取れるようになってきたので、やっぱりそこで勝っていくっていうのがこの上位、今週からの上位に向いて、いいものができて7月に入っていければいいなというふうに思っています。セレッソはやっぱり上手い選手が多いので、しっかり守備をするということは必要です。カウンターという部分と攻撃して1回切れた後のプレスによって攻撃が続いていくというところには注意をしなくちゃいけないなと思っています。反面守備については少しこう甘いところがあるので、うまくそういうところをついて、縦パスを入れたり裏への飛び出しだったりってすることによって、中央だったりサイドを割れて得点に結びつけられればいいなと思います。